そうですねちょっと祭り話したいことがあってえー、とこれ渋谷はるさんにすごいみんな祭り洲のみんなすごい感謝をしてほしいなっていうところをお話ししたくてですね小林さん一番初めちょっとこれ運営さんに「OK」をもらってマネージャーからも言っていいよって言われて言いますのでご安心ください切り抜く方はもしいるんだったらここから切り抜いてくださいねこの「マネージャー OK」もらってますよっていうとこから。 でですね、えっ、ー、と、高野菜、一番初めね、NG だったんですよ、ホロライブ、全員が、もう、全員ね、全員ダメだったんだけど、その、なんか、理由が、ランダムで、男性と、あのー、当たってしまうのがちょっと、みたいな感じだったんですよ、祭りは出たーいって言ってたんだけど、ダメって言われたから、別に、祭りたち、ホロメンも、男性と絡みたいから、高野菜に出たいわけではないから、何 <laughs> だろう、出れないのはちょっと嫌だから、 じゃあちょっと説得してきます」って言ってその渋谷はるさんが「いいですよ」って言ってすごい気を使ってくださったんですよだからその渋谷はるさんには、まあ、直接言いに行かなくてもいいのでそのいい人だなって思ってくれると嬉しいなと祭りは思ってお話をさせていただきましたこちらはあのもう一度言いますけど話す許可は運営さんから、あのー、取りましたえちなみに祭りは祭りの祭りだけの意見を言うとなん,かなんで男性とダメなんだろう 別に何もねえけどって思ってたけどまあ <laughs> これがねまあまあそれがなんか事務所のやり方らしいのででもなんか別に男性コラボが NG なんじゃなくてあのランダムで誰かと当たるのがちょっとリスキーなんじゃないかなってだけらしいですだから別に、あのー、ホルライブ全体全員で 男性自体が NG っていうわけではないです。で、渋谷春さんとはもうインタビューとかで話すのは分かっているから、それは全然大丈夫みたいな、そういう感じでございます。本当に、あの、渋谷春さんに感謝して、大会に出演させていただいたことも感謝していきましょう。そんな感じです。あの、いい人だなって思ってください。<laughs> いい人なんだって祭りすは思ってくれたら嬉しいそんな感じでーすということであのありがとうございました祭りも楽しかったでーすあただあのー、今後ねその今日話した NG だったっていう話が今後なんか方向が変わって今後はランダムでも誰でもいいよっていう風になったらわざわざ OK になりましたとかは言わないと思うのでなんかやってたら ああ、OK になったんだ、くらいに思っといてください。ということで、皆さん本日もありがとうございました。お疲れ様でしたー。